今堀義明のバコンチャンネルです、お待たせしました、2024年の4月28日に行われた、東京での、あなたのギター弾きますソロライブの、ダイジェストを、お届けします。はい、だいぶ経ってしまいましたね。半年ほど前のねライブイベントなんですけど、まあ、それからですねアルバム作ったり、まあ、いろんな動画、作ったりして、だいぶね編集遅れてます。はい、まだまだたくさん動画ネタがいっぱいあって、まだトモさんとの動画も残ってますし、いろんなライブの動画とか他にいろいろあるんですけど、データがねもうこのハードディスクパンパンな状態で、残ってます。だから少しずつこうやって編集して、出していきたいと思います。はい、でアルバムも一応順調に進んでますんで、来年1月以降にレコ発ライブも予定してます。はい、でこのあなたの、ギター弾きますソロライブなんですけど、どんなライブかと言いますと、まずお客様にギターを持ってきてもらいます。これギターエントリー、事前にしてもらって、当日会場に持ってきてもらって、それをね僕がお借りして、1本につき1曲、ライブで実際のステージで、弾いていくというライブになります。はい、まあ、やっぱりねギターによってこっちのね演奏も変わるのでとても面白いです。もうギターの数だけこう違う音が出るんで、すごい僕もやってて楽しい、ライブになります。なのでまあお客さんと一体となってこうねステージを作り上げるというか、そんな感じのイベントで毎回ねとても、盛り上がってます。はい、でこのイベントはですね今度ね今年の11月にもいくつかもうすでに決まってます。東京だけじゃなくて違う地方でもやりますんで、この告知をまた、この動画の、最後にしますのでぜひ最後まで、ご覧ください。はい、で1曲目はですね、ビゼンワークスのレスポールタイプで、キューブという曲やりました。まあ、とても弾きやすいギターで、音は、まあ、ヴィンテージとかよりモダンな、かなりモダンな音してると思います。はい、まあ、こんな感じで、1曲ずつね、ギター弾いていくんですけど、でこの日はですね前日仙台の、仙台の方行ってまして、仙台の島村楽器さんで、イベントやって、で次の日この新幹線乗ってはやぶさですね乗って東京へ移動して、で新宿で、ね、元自衛隊ベーシストの黒田くんと、待ち合わせして、まあ、御苑さんと向かう。そして、まあ、リハしてるんで、まあリハもねすごいもうソロライブなんで、リハってまあカラオケと音量合わすとかなんかそれぐらいなんで、すごいなんか、遊んでる感じなんですけど、その様子をぜひちょっと見てみてください。出たこのデカさ、そこですね。了解です。すごい。はい、いい音になりますね、やっぱ何弾いてもいい音になっちゃしても電源がついてるっていう。
てどんな感じだろう。でも聞くは面白いな。ファンキーだ。てか全然壊れてない。全然壊れてない。レコーディングしたやつだそうです。スローブルース。今こんな感じでリハーサル、やりました。魚縁サウンドのいつもねお借りしてるんですけど、フェンダースーパーシックスリバーブ、を使用させてもらいました。これがですねめちゃめちゃ良くて、まあやっぱりねこれぞフェンダーっていうサウンドが出て、特にこのイベントでいろんなギターを突っ込むときにやっぱりねこれぐらいデカさというか、
ワット数も多分100超えてると思うんですけど、ヘッドルームに余裕がある、アンプね、これ使うこと結構大事で、あのたまにですね、アンプをお借りするときに 20-30W のアンプですごい音いいし音量もあるって言うんですけど、やっぱりねこういうギターの違いとか、をこう何ですかね、解像度よく出したいときはやっぱりワット数大きい方がいいのでね、やっぱなるべくワット数大きいの僕選ぶんですけど、まあ、もちろんちっちゃくてもいい音のアンプあるんですけど、どっちかというとちっちゃいとアンプのキャラクターが出すぎて、まあ何弾いても似たような音になってしまうんで、やっぱこういうデカめのねフェンダー、まあデカめっていうかかなりデカいんですけど、スピーカーも6つぐらいありますけど、これ使うことによって今からね弾いていくギターの各個性を結構引き出す、ポテンシャルをね引き出すことできるんで、すごい、このイベントにマッチしたアンプだと思います。はい、あとは、これねマスターが持ってたグヤトーンの古いオートワウですかね、持ってたのでちょっと借りて遊んでみました。なんかもしかしたら壊れてるかもって言われたんですけど、なぜかあのオンオフしても LED つきっぱなしっていう、よくわからない仕様なんですけど、まあ音はね全然、壊れてないですし、いい音出てて、結局でも本番では使わなかったんですけど、はい、まあ、そういう、ペダルもちょっと遊んでみました。はい、で、1本目はさっき流した、ビゼンのレスポールね。で今回は前半、かなりハム系の、ギターが多いです。どっちかっていうと、まあ、ギブソン系ですよね。はい、で2曲目はマエストロというやつですね。マエストロ by ギブソンですかね。はい、これで僕のオリジナル曲モーニンググローという曲と、3本目が、ギブソンレスポールスタンダード、2007年製ですね。はい、割と新しめのギターで、ブルーハウスという、次のアルバムに入れる予定の、曲をやりました。ぜひ聴いてください。あとは、お越しいただきありがとうございます。でしたでしょうか。ブルースで弾いてた方の、歪みですね。歪みは実はこちらになります。AKG のマグナスファズ。これ、ちょっと合うかなと思ってこのレスポールに合わせてみたらすごいマッチしていいサウンド出てたなと思います。はい。まあアルバムの方では69年のストラトとまた別のファズ使ったりもしてるんですけど、それで録音してるんですけど、また仕上がり楽しみにしてください。では。ここで次回の、あなたのギターの弾きあなたのギター弾きますソロライブの、お知らせをしたいと思います。今回は、東京だけではなく、計3つ決まってます。まず11月2日、土曜日ですね。こちらはですね、岩手県の一関市に行きまして、蔵の広場という、場所で、AKG サウンドデザインプレゼンツということであなたのギター弾きますやります。はい、前回は
AKG、工房ですね、工房の方で、やらさせてもらったんですけど、工房のはちょっとねこう山の方入っていくんですけど、今回の蔵の広場は一関市からも多分歩いて10分とかそれぐらいのところにありますんで、ぜひよろしくお願いします。そして次の日が11月3日日曜日が東京です。ここが、本拠地の、今もやってます、新宿の御苑サウンドさんでやります。はい、実はですねこのイベントは、前回参加していただいた方には優先してこの、情報をね、お知らせしてるんですね。だから今回11月3日やるっていうのはちょっと1週間ぐらい前にはもうお知らせしてて、もう実はこの時点で9本ぐらいもうエントリー入ってしまってます。はい、なのでまあ最大多分13本いけると思うんで、今回ね13本やって結構しんどかったんで、まあ、13本ギリギリやりたいと思うんで、あと4本ぐらいですかね、枠あるんで、ぜひギターエントリーよろしくお願いします。考えてる方はぜひお早めによろしくお願いします。はい、あともう一つはですね、11月23日土曜日、こちらは、このイベント初、登場となります。釧路でやります。北海道ですね。はい、喫茶ラルゴさんで、あなたのギター弾きますイベントやりますので、ぜひ、お近くの方よろしくお願いします。これはね今初めて出た情報ですので、今から予約していただけます。はい、で全て、詳細やギターエントリーとかご予約は、概要欄のリンクから、専用のね応募フォーム、リンク載せておきますので、そちらからよろしくお願いします。もちろんねギターなしで参加される方も全然、ライブとしてね楽しめるイベントになってますので、ぜひ見に来てもらえればと思います。はい、で参加してもらえれば、次回はねまた優先してお知らせしたりもしますので、よろしくお願いします。はい、あと他のライブも、たくさんあるので、お知らせしたいと思います。まず9月28ですね、これ一番最近で言うと大阪でやります。はい、みずほさんとキャロラインさんと梅田サードストーンというところで歌のね演奏をやりたいと思います。はい、で次がですね10月5日土曜日、こちら福岡ですね。福岡で、今堀尚エフェクター音作りセミナーというのを、島村楽器イオンモール福岡店さんでやります。はい、こちらもね初めての、イベント、音作りセミナーは初めてなんですけど、とても楽しみで、エフェクターやっぱり僕すごい好きなので、ぜひ見に来てもらえればと思います。そして10月6日日曜日、こちらがですね福岡の西陣、ジャムルトさんで、ライブ&セッションということで、前半はライブやってですね、で後半はお客さん参加型のセッションやろうと思ってます。こちらもね、以前北陸でやったんですけど、すごい盛り上がりましたし、ぜひ参加してもらえればと思います。そして11月21日木曜日ですね、こちらは札幌、行きます。北海道行って今堀しあき鳴海健二スペシャルセッションということで、 D-BAP さん、D-BAP ジャズクラブ札幌さんでやらさせてもらいます。ここでもおそらく何本かね面白いギター弾かさせてもらえるということで、すごい楽しみにしてます。ということで、結構お知らせ長かったですけど以上になります。それでですね、このあなたのギター弾きます、の東京ライブはですね、次ギブソンのヴィンテージ系めちゃめちゃ出てきます。ギブソンのヴィンテージ4本ぐらい、出てくるんで、そちらの紹介を、次回はしたいと思います。はい、では最後にですね、最後のギターはギブソンカスタムショップフライング V です。はい、で、演奏した僕の、セカンドアルバムに入ってる曲でアリーナという曲、ぜひご覧ください。まあ、このね曲調にふさわしい感じの見た目で、すごい僕もフライング V 慣れてないんですけど頑張って弾いたんで、ぜひ最後にご覧ください。では、最後までご視聴ありがとうございました。We'll be right back.
再生しんどいですよこれちょっとなんかずっとなんか微妙にコブラツイストかけてるみたいな